乗り換え駅、対面乗り換えロンドンストラトフォード駅での地下鉄と近郊列車の対面乗り換え台北、フルテ駅での MRT 新店線途中は、新足線の対面乗り換え対面乗り換えとは、鉄道の乗り換えの形態の一つで、島式ホームの両側に止まった列車相互で乗り換えるものである。同一ホーム乗り換え、平面乗り換えなどと呼ばれることもあるが、これらの場合必ずしも、 島式ホームの対面のみではなく、切りかききホームのように離れた場所に停車した列車との乗り換えを指すこともある。和製英語でホームタッチと呼ぶときもある。対面乗り換えは乗り換えのための移動距離、時間が最小になるほか、列車間の移動のための上下移動が不要になり、階段や連絡通路などのボトルネックが生じることもない。また、 乗り換え先の列車がすぐ隣に見えているため、迷う心配もない。一般に、旅客は乗り換えに対して抵抗感を抱くが、対面の理解では、上記の利点があるためその抵抗を最小にすることが、できる。また、上下移動がないためバリアフリーの観点からも、推奨されている。一方、対面の理解を実現するためには、駅の構造やダイヤを工夫しなければならず。 建設費や用地が余分に必要になる。すべての乗り換えの組み合わせに対して対面乗り換えができるわけではなく、一部の組み合わせに対して対面乗り換えを行うようにすると、他の組み合わせではかえって不便になることがある。モスクワ地下鉄、カシルスカヤ液体兵駅や、方向別複々線、路線の分岐駅や、交差駅では、同方向の線路の間に島式ホームを設けることで、 対面の理解が可能になる。複複線などを使わずに対面の理解による環球接続を行う方法としては最も一般的なものである。多くの場合、先の各駅停車を対比線側のホームに停車させ、後から来た優等列車が本線のホームに停車し、先着列車より先に発車するという方式が取られている。 方向別複々線を採用している路線では、同一方向の列車同士が隣り合って走行するため、双方にホームを配置することで対面の理解が容易にできる。多くの場合、各駅停車という等種別で線路が分けられている場合の緩急接続に用いる。JR 西日本では、美和湖線、JR 京都線、JR 神戸線の複々線区間において、 それぞれ別線を走る、新快速、快速と普通の対面の理解を行っている。JR 東日本の山手線と京浜東北線は、田端田町間が方向別複々線であり、昼間に京浜東北線で快速が運転される時間では、環球接続の役割も果たしている。その他、西武池袋線の練馬石寺公園館など、 線の別複々線を採用している路線では、反対方向の列車同士が隣り合って、走行するために対面乗り換えができず、乗り換え客に上下移動を強いるケースがほとんどだが、特定の駅の前後に立体交差を設けてその駅の構内のみを、方向別複々線にすることで、対面の理解を可能とした事例もある。このような駅の事例として、東海道本線と塚駅の東海道線と、 横須賀線、中央本線、総武本線お茶の水駅の中央線快速と中央、総武観光線の事例がある。これら二つの駅は実質的に工述する分岐駅としての役割も兼ね備えている。路線が二股に分かれ、起点からそれぞれの方向へ行く列車が交互に運転される際、分岐駅でその列車が行かない方向の列車と対面の理解で接続する場合がある。 逆方向も同様で、合流点で終点になる列車もその先まで行く列車と、対面乗り換えによる接続を行う。これにより、その列車の行き先に関係なく短時間の接続で移動できるようになる。例として、西武鉄道の新宿線とそこから分岐する、灰島線は基本的に、小平駅で対面乗り換えを行っている。灰島線内のみで完結する列車は一部を除き、 新宿線の電車と接続を行っているなど、多くの場合は行き先に関係なく、小平駅での対面の理解をすることにより、本川越発着列車と廃島線発着列車の、双方とも短時間の接続で利用することが可能である。相互直通運転を行っている路線の場合、その境界駅で対面の理解が可能な駅が多い。多くの駅では、郊外鉄道の駅に、 地下鉄の駅が乗り入れる形となっているが、千岳寺駅のように地下鉄の駅に、郊外鉄道が乗り入れる形となっている事例もある。練馬駅や笹塚駅、淡路駅のように、地下鉄へ乗り入れる支線と本線が接続している事例もある。線路を共有せず、なおかつ乗り入れも行っていない路線同士ではあるが、乗り換え駅のホームのみを共有することで、 対面の理解を可能とした事例である。日本での事例は少ない。壁面や床面の案内を強化したり、車体の上部にもラインカラーを配するなどして、乗り間違いを防止するという工夫をしている。例として、東京メトロ表参道駅では、半蔵門線と銀座線の間で、押上方面と浅草方面及び、渋谷方面同士の対面の理解が可能な構造になっている。 西側の隣駅はいずれも渋谷駅であるが、半蔵門線と銀座線は、渋谷駅のホームが違う建物にあり、かなり離れているため、表参道駅で乗り換えた方が、渋谷駅での徒歩移動が少なくなるケースがある。特に半蔵門線は、渋谷駅を介して東急田園都市線との直通運転を行っているため、銀座線と、 電園都市線を乗り継ぐ際は、表参道駅を利用した方が利便性が高くなる。南千歳駅での対面乗り換え路線の分岐駅や、交差駅で東西南北が逆方向へ進む列車相互の対面乗り換えができるようになっている例が存在する。主に市線同士や、市線と本線の郊外方面への乗り換えのために設けられる。日本では以下の事例がある。ただし、 ここに挙げる例は逆方面の乗り換えで上下移動を要したり逆方向の乗り換えで折り返し乗車となるようなケースがほとんどである。また事業者によっては対面乗り換えのために特例で折り返し乗車を認めている駅もある。香港 MTR の対面乗り換え台北 MRT の対面乗り換えこれまでの例のように2路線の乗り換えが可能でも 対面の理解が可能な組み合わせは限定されていることが多い。そこで駅の前後の線路に交差を設け複数駅を用いて互いの路線の両方向へ乗り換えられるようにする場合がある。ただし列車本数の多い路線では平面交差で対面の理解を実現することは困難なため巧妙な立体交差を設けて対面の理解を行っている。このような例は 香港の MTR やシンガポールの MRT で見られ複数の駅を組み合わせることにより同一方向、逆方向とも対面の理解ができるようになっている例もある。渦は、香港 MTR 間、筒見線、将軍育線の油筒見駅、月経霊駅の配線略図である。間、筒見線の急流方面と将軍育線の、香港島方面の相互間は油筒見駅で、 九流方面と将軍育く線の将軍育方面は、月経齢駅で対面の理解が可能である。日本では、全二項で記述したように、山手線と中央、総武観光線において、代々木駅新宿駅間に立体交差を設けることで不完全ながら、各方面への対面の理解を実現させている。山手線外回りと中央、総武観光線、西良、 山手線内回りと中央、総武観光線登校は新宿駅で、西行から内回りは代々木駅で対面の理解を行える。また、内回りから西行も代々木駅での対面の理解が可能だが、新宿駅を二度通ることになるため、車内放送での案内は行われていない。また、外回りと登校は対面の理解を行うことができず、代々木駅での階段移動を要する。 2011年まで存在した新八代駅での対面乗り換え列車の終点となる駅において、さらに先に進む列車を対面に停車させて、対面乗り換えを行うことがある。これは、機関や電化方式の違いにより直通運転ができない場合でも乗り継ぎを容易にする効果がある。新箱立北斗駅では、北海道新幹線が発着する11番線ホームと在来線特急、 北斗・快速、函館ライナーが発着する1.2番線ホームは、同一平面上にあり、乗り換え改札を介して対面乗り換えが可能になっている。2018年4月15日からは、新潟駅にて、在来線ホームの高架化により、高架ホームが完成。新幹線11番ホームと在来線5番ホームの、同一ホームで、上越新幹線、時と在来線特急。 稲穂の対面の理解が可能になった。姫路駅岡山駅間にかかる対面の理解は、上郷駅経由の場合は、愛い駅、あこ線経由の場合は、番州あこ駅において対面の理解を行っている。その他、東武東上線は、小川町駅を境に、より方面と池袋方面で、運転系統が分離されているが、配線やダイヤにより、 接続列車同士の対面の理解ができるようになっている。同一列車として扱う場合対面の理解を生かし、機関や電化方式の違いにより直通運転ができない場合でも乗り継ぎを容易にし2本の列車をあたかも1本の列車であるかのように扱った事例がある。この例が九州新幹線、鹿児島本線の新八代駅であった。 2004年の九州新幹線部分開業から2011年の博多延伸までは新幹線ホームの対面に鹿児島本線の特急リレーツバメを停車させ新幹線ツバメと対面の理解で乗り継げるようになっており JR 九州では方向幕や駅案内の工夫だけでなく両列車を乗り継ぐ場合指定席の位置をできるだけ同じにする特急券を1枚にするなど ソフト面でも乗り継ぎやすくしていた。これらの措置により、JR 九州、鉄道建設、運輸施設整備支援機構、鉄道情報システムの3社は、国土交通省の第3回日本鉄道省を、また JR 九州と JRTT は、平成16年度、バリアフリー化推進功労者表彰を受けている。JR 九州では前述の成功を受け、 日本本線を大分駅で系統が分断されているソニックと日輪の間でも同様の措置を行い発着駅とホームを調整することにより別府駅または大分駅にて指定席でも投資料金による対面の理解を可能としたこれにより東九州地区内の円滑な移動が実現した前述のリレーツバメと九州新幹線の例のように 配線だけでなく発見システムを工夫することにより、特急列車同士の途中駅乗り換えでも円滑な移動、発見を実現できる。これにより、直通列車が少ない都市間の移動でも、直通列車と同等の利便性や乗車チャンスを確保、できる。ドイツ鉄道の都市間特急列車も、インターシティでは、主要な駅で、異なる運転系統の、インターシティを、 ホームの両側に停車させ、対面乗り換えを行う場合が多い。また、切符の発見でも乗り換えに要する距離を極力短くするように乗車する車両を指定できるようなシステムが構築されている。1971年にインターシティの制度が登場して以来、アイスの運行開始後も基本的にこの思想が引き継がれている。同様の思想は日本においても 近鉄特急で実施されており、特急料金の通算と合わせて、大和西大寺駅、大和八木駅、伊勢中川駅などでの対面の理解が実施されている。特急の座席指定までを含めた対面の理解を実現するためには、それに対応した列車ダイヤの構築のみならず、発見システムの対応も重要な要素で、近鉄の場合、アスカシステムと呼ばれる特急券予約システムが、 異系統特急列車同士の対面の理解を支える要素の一つとして重要な役割を担っている。岩瀬浜駅で伸ばすと路面電車の対面の理解短式ホームの線路に接しない側を利用してバスやタクシー、船など鉄道以外の交通機関と対面で乗り換えられるようにした例も存在する。スイスのシュピーツ駅ではバスとの対面の理解が可能となっている。 広島電鉄宮島線初日市市役所前駅や、富山地方鉄道富山高線岩瀬浜駅では、ホームの向かい側にロータリーを設け、ホームとバス停のあるロータリーの歩道部分の段差をなくして、鉄道からバスにスムーズに乗り換えられるようにしている。三陸鉄道リアス線、JR 大船渡線 BRT 聖駅でも、大船渡線の線路部分をかさ上げして、専用道路に転用することで、 段差なしでバスとリアス線のスムーズな乗り換えを可能にしている。近鉄寺山田駅にも一番ホームの向かい側にバス乗り場が設けられ、鳥羽線開業以前は鳥羽賢島行のバスが乗り入れて、当駅発着の特急列車と接続していた。宇治山田駅は高架駅のためバス乗り場と地平との間はスロープで結ばれていたが、スロープは伊勢中川方にのみ設置され、 乗り入れたバスは転車台で方向転換していた。賭場線開業以降も定期観光バスが乗り入れ、設備も残されているが、現在バス乗り場は閉鎖されている。また、イギリスのパディントン駅ではタクシーのホームと接続しており乗り換えが可能となっている。交通工学の分野では、新しい路線や駅の計画やダイヤの改善などの目的で、 乗客にとっての利便性を定量的に評価しようとすることがある。その際に、しばしば鉄道を利用する、時間1分を金額に換算して評価することがあり、乗車している時間と乗り換え中の時間を異なる。係数で金額に換算することで、乗客の乗り換えに対する抵抗感を表現する。乗り換え1回を定数で換算することもあれば、 乗り換えに要する時間に係数をかけて換算することもあるが、こうした換算方法では、ホームの異なる乗り換えと対面乗り換えは区別されない。これに対して、より詳細な研究では乗り換え中の歩行や階段仕様を区別したものがある。ある研究では、鉄道乗車時間1分は42円としているのに、対して、上り階段では69.1円、分。 下り階段では64.1円、分、水平歩行では52.3円、分、エスカレーターでは37.3円、分などと計算している。これによれば、対面の理解はそうでない乗り換えに比べて、水平歩行だけで済むことと所要時間が短いことの、両面で乗客にとっての利便性が大幅に高いことが、定量的に示されている。ただし、こうした、 換算係数は研究によっても大きく異なることがあり、使用には注意を要する。さらに、乗り換え経路上の案内の有無、待合室やトイレ、売店といった設備、乗り換え改札など、様々な要素を考慮した研究も存在しており、モデル化の仕方によって評価は複雑なものとなる。ありがとうございます。